いいか、俺は近藤陽太郎だ。今日から俺がお前たちの監督になる。俺がお前たちを甲子園に連れて行く。よろしく頼む。抢下今年上半年国片票房冠军的《Kano》这星期再度安口上映，在片中饰演不怒则威教练的永濑正敏，也用镜头记录当时拍摄点滴，推出摄影集来给大家不一样的感动。当时の日本80年代前半とか半ばの日本はこういろいろカテゴライズさせたがる。アイドルの人はこんなことしちゃダメって、役者はこんなことしちゃダメみたいなのカテゴライズ、そこの中にこう入れちゃって枠に収めるみたいな。ところがあったんだけど、なぜか僕の周りに集まっている子たちはそこからこう抜け出したいって人たちばっかりで、でまあこう よく遊んでると、今日も仕事してきた、写真撮ってもらったんだけど、またニコっていうのこうニコっていうのばっかり撮られて。拍照摆 pose 也和电影里一样走超酷路线，而且每次见到他都穿着一身黑，连摄影作品也不例外。ああ、そうですね。黒が。まあでも黒が多いかな。うん、黒が多いですね。僕の知り合いのデザイナーたちが黒か白の服を作る人たちが多いから、っていうのもあるんだけど、もともとそのブラックエンドホワイトっていうのが好きだっていうのはありますし。不过他也透露这么酷是因为緊張してる。今緊張してるんです。但是现在我很紧张。我们太紧张了。泣くな。お前たちは勝ったんだぞ。最後の挨拶をしてこい。因为拍摄《Kano》和台湾结缘，永濑正敏也用实际行动爱台湾。这次也特别到高雄去了现场替罹难者祈福。まあ甲子園球場のセットがあった場所なので、そこにはもう本当にたくさんのエキストラの方とかが協力していただいて、もしかするとその甲子園のシーンは高尾の皆さんと作ったようなものなので、僕にとってもとても特別な町というか特別な土地の一つだったんですよね。でなんかいろんなことが起きて、それでのガス爆発も起きてしまって。投げました。自分たちで作り上げてハッピーを呼び込もうっていう、感じが話しててものすごいその熱意を感じて。僕もその仲間に入れてほしいなって今回思いましたね。だからもう台湾に行っちゃうよ。